デジタル物理学とは、宇宙は本質的に情報により記述可能であり、それゆえ計算可能であるという過程によって導かれる、物理学及び宇宙論における理論的展望の総称である。このような過程を立てるとき、宇宙はコンピュータプログラムの出力、あるいはある種の巨大なデジタル計算デバイスとして理解される。デジタル物理学は、 以下の一つ以上の仮説を基礎としている。なお、記載の順番は、その主張の強さを示す。すべてのコンピュータは、情報理論、統計力学及び、量子力学の原理と、明白な整合性が取れていなければならない。これら分野の基本的な結びつきは1957年に、エドウィン・ジェインズにより二つの論文により提起された。さらに、ジェインズは、 確率論を一般化されたアリストテレスの論理学として解釈し直した。この視点は古典論理や、それと、等価なブール台数の論理演算を実装するよう、設計されたデジタルコンピュータと基礎物理学を結びつけるのに都合が良い。宇宙がデジタルコンピュータであるという仮説は、コンラートツーゼがその著書、リーチネンダーラウムにて、初めて提起した。 デジタル物理学という用語は、最初にエドワード・フレド・キンが使ったが、彼は後にデジタル哲学という用語の方を好むようになった。宇宙は巨大なコンピュータであるとする人物には、スティーブン・ウルフラム、ユガン・シュミ・デューバー、ノーベル賞受賞者のヘイラルト・トホーフトがいる。これら著者らは、量子力学の確率論的性質は、計算可能性とは、必ずしも非整合ではないと考えている。 量子版のデジタル物理学は、最近セスロイド、デイビッド・ドイッチュ、パオラ・ジーツにより提案されている。関連するものとして、カール・フリードリ・ヒホン・バイズ・ゼッカーのバイナリー・セオリー・オブ・ユア・アルタナティブス、半計算主義、計算的宇宙論、ジョン・ホイーラーのイット・フロム・ビット、マックス・テグマークの数学的宇宙仮説がある。ジェインズ、E.T.1957 インフォメーションセオリースタティスティカルメカニクス、サイズ、レブ106、620、ジェインズ、ET、1957、インフォメーションセオリースタティスティカルメカニクス2、サイズ、レブ108、171、ジェインズ、ET、1990、プロバビリティセオリーアズロジック、インフーガー、PF、エド、マキシマム、エントロピーベージアンメソッツ、ボストン、 クルーワー、C ・フレデキン、S ・デジタル・フィロソフィー・ウェブサイト、A ・ニュー・カインド・オブ・サイエンス・ウェブサイト、リベス・オブ・アンクス、シュミ・デューバー、J、コンピューター・ウナバーセス、アン・ド・アン・アルゴリズミック・セオリー・オブ・エブリシング、G、T ・フーフト、1 9 9 9クアンタム・グラビティアズ a ディサポティブ・ディターミニスティック・システム、クラス、クワント・グラブ、16、 3263から79アーカイブグレーン QC9903084 ロイド S ザ・コンピュ m p u t a t i o n a l u クアンタムグラビティフロムクオンタムコンピューテーションアーカイブクアント PH 0501135ハット G1P スプスタイムアットザプランクスケールザクアンタムコンピュータービューアーカイブグレーン QC 0304032 ありがとうございます。